皆さん、おはようございます。t l s の佐藤愛です。そして、毎月15日に行われている鬼活へ。よくそ鬼活というのが何かわからない人のために、鬼の佐藤愛と一緒に朝活、朝勉強しようということになっております。毎月15日に様々なトピックで、いろいろと勉強するね、内容をお話ししているんですが、今日のトピックは何かと言いますと、じゃん背中から、 腕を使うっていうのはどういうことかについてお話ししていきたいと思います。その前に、シャン。春のオンラインセミナーの申し込みがあと少しで終わります。ということでね、ダンサーだったらセーフダンスやダンサーの足セミナーにまだ空きがあります。それと、あと教師の人はセーフダンススタジオであれば、DLS のセミナーを全く受けたことがない人でも参加できます。その他の セミナーは、教師講座、モジュール1、2がもう完売になっちゃってキャンセル待ちになっている関係上、それを受けたことがない人は来られるセミナーがほとんどないんですよ。<laughs> ごめんなさいね。ただもうそれを過去に受けてる人、モジュール1、2過去に受けてるよという人は番外編で違うテーマでお話ししたりとか、モジュール3、モジュール4の方に行けますが、全くもって DLS を知らないよという人は、セーフダンススタジオが教師の人。ダンサーの人はあんまり関係ないんだけれども、このセーフダンスと、 ダンサーなしセミナーが受講できます。ダンサーなしは2日にわたって行われるので、最初の方がマニアック、次の方が2日目がエクササイズみたいな感じにはなってます。まあ、詳細はサイトの方に書いてあるので、そっちらをチェックしてくださいということが CM タイムでした。では、背中から腕を使うってどういうことかってお話しする前に、背中ってそもそも何を指してるのかっていう話をしないといけないじゃない だって背中から腕を使うって言った時、腕はわかるけど背中がどこまでなのかっていうのをはっきりしておかないとわからないでしょで。背中っていうのは、胸椎、腰椎とそこにある筋肉たちのことを指されます。<laughs> 当たり前だなって言われそうなんだけれども、1回目の鬼風で勉強したスクエっていうのがあるじゃない。2回目か。スクエー。カタカタ、腰コ腰シコシ。ヒゲダンスみたいに手になってる。<laughs> の、背中っていうと、後ろ盤のことを指しますよね。なので、肩肩、腰腰っていう風になるんだけれども、首は背中に入らないでしょほとんどの人が首っていうからねで。頭蓋骨も入らないよね。なので、そうするとやっぱり胸椎、一番目から十二まで行って、六、肋骨の後ろ側ここについてる筋肉たち。ただ肋骨っていうとみんな前の方のイメージが強いけど、 骨って 3D なんでね、まあ後ろからも見えますよっていうのがあって、で、腰椎の部分がありますね。でも仙骨まで行ってしまうとお尻になっていくじゃない骨盤の方になっていくと。なので背中ってそこを言う人はほとんどいないと思われるので、皆さんが指している背中というのがどういうものなのかって考えると、やっぱりここに行き着くんじゃないかなっていうふうに思いました。 胸椎と腰椎と、まあそこにある筋肉たちってことになるよね。内臓とかそういうのを見て背中っていう人いないからさ。英語で授業で言われた時の背中なんていうふうに考えていくと、こんな感じで言われることがあるんですね。これ日本語で探したんだけどなかったので多分、英語特有の言い回しなのかもしれないし、他の言葉が喋れる人は、ぜひ他の国ではどういうふうにお話ししているのかも教えてください。アパバックって言われた時は、 T1 つまり胸椎の一番目から T7 とか8までのところのことを指します。ミドルバックって言われたら T8 とか T12 あたりのことを指します。ローバックって言われたら腰のことなので L1 から L5 のことを指します。何を言ってるのかって。<laughs> L とか T とかって覚えてますあの、去年のコロナが始まった時の <laughs> こういうライブの時でお話ししたよね。 だからアッパーバックって言われたときは、そして英語では背中から腕使いなさいって言われるよりは、アッパーバックを使いなさいって言われることが多いんですが、そうすると胸椎の一番上、T1 から T7、8あたりまで。まあ、もちろん骨数えて先生は注意しないけれども、解剖学的にはそのエリアを指してるよっていうのがあって、肩甲骨の間あたりのセクションですね。肩甲骨の出っ張っているところの点っていうのは、だいたい7、胸椎7になるので、人によってちょっと違うけど。 なので、まあ、そこら辺をアッパーバックって言われます。で、もってアッパーバック保ちなさいとか丸めないでだとか、アッパーバックから腕を使いなさいなんていうふうに言われてきますね。で、ミッドバックっていうと、まあ、そこら辺から真ん中のあたり、胸椎の下の方、後半戦っていうのかな <laughs> えっと、肩甲骨。肩甲骨の下のところあたりのこのセクション。肋骨の後ろ側ですね。を行って、まあ、腰の部分は全部。 世界共通でここが腰っていうことになるから、ランバのエリア、L1 から L5 のところをローアバックっていうふうに言われます。例えば、ローアバックから反らないでなんていうふうにカンブレで言われることもあるかもしれませんね。ローバックを使っちゃいけないか、ローバックを曲げちゃいけないかっていうとそうじゃないんだけれども、不必要なところで動かしちゃうっていう癖があります。先週違う。今週の頭にアップしたブログ記事にも書いてありましたよね。背骨の癖っていう話で。 で、今日これからお話ししていく背中っていうのはアッパーバックのことだと思ってください。ミッドバックとかミドルバックとかじゃなくって、ローバックでもなくって、アッパアッパーバックのところ。 うん、なぜかっていうと、先ほども何度か話に出てきたね、この肩甲骨が今日のキーワードになってくるからです。では次はピンクの髪なので、これは復習っていうやつでしてね、復習。肩関節を作る骨っていうのはもうすでに私たち勉強していますが、これを復習してみましょう。さあ、骨、肩甲骨、そして上腕骨。クラブコスカペライ、フューマルスって書いてありますね。だからさっき、この肩甲骨のセクションがすごく大事なんだよっていうことを、 が話に出てきたわけです。肩甲骨、鎖骨、そして腕の骨である上腕骨、このセクションを肩関節っていう話になっていて、腕を動かすと腕の骨だけじゃなく、鎖骨も肩甲骨も動きます。だから多分背中から腕を使いなさいだって背中にその一部があるから。 って言われるんではないかな、なんていうことを私たちは考えられますよね。アッパーバックの話をした後に、肩関節を作る骨っていうのがあって、だから背中のところからって言われるんじゃないかな。ということで、腕を動かす時に使う筋肉で仮説として立てられるのが、鎖骨周り、上腕骨周り、そして肩甲骨周りにある筋肉じゃないかな、というのが私たちは今までの解剖学の知識でわかるわけでございます。だってほら、骨だけ勝手に動くことはないじゃない。 ね、当たり前だけど、骨を動かすのは、まあ、動く場所が関節。骨は動くもの。じゃあ、あ動かすもの。ムーバーになるのは何かって言ったら筋肉ですね。で、その筋肉は、その骨にくっついていないと、その骨を動かすことができない。点と点原理。っていうのを考えたら、肩関節を作る骨である3つにくっついている子たちの筋肉が、多分、肩から違う。背中から腕を動かすとき、もしくは腕を動かすとき、フルストップ。 で、大事になってくるんではないかなっていうふうに考えられますよね。んっていう言葉だよ。確かに、肩甲骨周りだったら背中の筋肉を使って腕を動かすことはできないんだが、ここにも書いてあるように、胸からも腕の肩のところからも腕を使えるし、背中からも使えるし、腕の筋肉だけでも、もしくは腕の筋肉のセクションも背中を違う。 腕を動かすときに使えるっていうのがわかります。背中だけじゃないっていうのが見えた、今ここで。例えば胸の大きな筋肉、大胸筋。ここについてるやつね。大胸筋も鎖骨にもくっついてて、ここにもくっついてて、ここにもくっついてるから腕を動かすときに使うんですよ。でも誰も胸から腕を動かしてって言わないけど、でも胸の筋肉は腕を動かすのに使います。 鎖骨周りについてる子もそうだし、肩関節周りについてる子たち、ローテーター、カフもそうだし、三角筋とかもそうだけど。イエイってポパイで出てくる筋肉、上腕二頭筋っていうのもも,もちろんその部分、この前のところについていて、肩関節超えている筋肉なんで、その子も上腕二頭筋も肩を動かす。腕を動かすときに使える。肘だけじゃなくてね、腕を動かすときに使える筋肉になります。んだけど、背中だけ、なぜか知らないけど、 こうピッックアップして言われる背中から腕を使いなさい。うん、ということちょっと疑問が浮いてき,浮いてきましたか疑問が浮かびましたか <laughs> 解剖学的結論としますと腕は胴体にいいてるる筋肉が関与するそこまで OK でね鎖骨肩甲骨上腕骨まあ胴体のセクションにある筋肉も関与する。 ってことは背中の筋肉だけ。じゃあ腕は動かせずに、胸の方もそうだし、後ろだけじゃなくて前もそうだし、横もそうだし、肩関節の深いところに入っている筋肉たちも大事になってきます。なので、背中から腕を使いなさいは間違いじゃないです。が、しかし結構足りないものがあります。<laughs> 見えてきた <laughs> うん。 で、でななんんんね、ね背中だだけそんなにこう言われるんだろうううってていうのを考えてみましょうよ。どうして3方向からあるのにそれ以上たくさんあるのに背中だけひいきされるのか仮説として私が考えたことにいくつか挙げてみたんだけれども一つ体の前にある筋肉よりも後ろ側にある筋肉の方が一般的には弱いからその弱い筋肉を意識してほしいなっていうことで先生が言ってるのかもしれない。 昔人間が四つん這いだったということもあるので、胸の前の筋肉だったりとか、太ももの前の筋肉、お腹前の筋肉っていう方が、後ろよりも強いっていうのがあるのと、あと残念ながら一般的な生活っていうのは全て前が縮まり、後ろが伸びるって形ですよね。今私が椅子に座ってるのもそうだし、皆さんが多分椅子に座ってるのもそうだと思うけれども、前側が縮んで、後ろ側が伸びてる。筋肉が伸ばされると弱くなっちゃうんで。<laughs> なので、その部分が、背中が弱い。 だから背中をあえてあのピックアップして弱いところだからっていうことで先生が注意してるのかもしれないですね。仮説その1。2つ目。まあ近いんだけれども姿勢の注意も一緒に腕と共にできるから背中からっていうのかもしれないですね。ほら肩丸めないで胸広げて腕動かしてっていうよりは背中から腕を動かしてって言った方が早いのかもしれないよね。 <laughs> でもほら背中の意識をすると多分いい姿勢っていう風になる人の方が多いんじゃないかなと思います肋骨が出ちゃうっていう人もたくさんいるけどもさ、うん、で他に腕を一番にしたら背中が丸まっちゃう人いません前にこう持ってきたら背中が一緒に来ちゃうとか背中肩が一緒に来ちゃうだとかあと五番にするとなんか な何かにこう捕まってる碁番みたいにこう下に落ちてしまうような碁番長くホールドしてると特に。なんていうように体が一緒に動いてしまう落ちてしまう腕の動かす筋力が足りなくて体が沈んでしまうっていう人たちに意識してほしいから背中から使ってっていう風に言っているのかもしれないですね。このよううな問題1番や5番にししたら体が沈んでしまうっていう問題があるのはまあ初心者クラスだったりとかちびっこさんたちのクラスに今なってくるんですが。 うん、その可能性はなけにしもあらず。次、肩甲骨を開くっていう意識を持つことで、正しい腕のポジションができるからかな。ここで言う肩甲骨を開くっていうのは、背中のところ、肩甲骨が開くっていうことで、特に腕をブラバーからセカンドに開いたりだとか、デミセカンドに開いたりだとか、そういう動きをするとき肩甲骨は横に移動するんですけれども、知人でもないで、横に行くんだけど。 で、腕の高さによってそれが変わるので、2番から5番に上がるときは肩甲骨の角度が変わるとか、まあめんどくさいことがいろいろあるわけですよ。まあでもそこまで知ってて注意するようなバレエの先生がどこまでいるのかは私にはわからないので、これはちょっと解剖学的事実だけど、レッスンでそうやって言われるかなっていうのはちょっと疑問ではある。 うん、モジュール3のところでも勉強しているのでこのビデオを見ているモジュール3をやったことがある人もしくは今回春のセミナーでチャレンジする人は健康上腕リズムっていうやつ覚えてますか <laughs> ?21 で動くっていうやつねああいうところにつながってくるわけですねつながってくるわけですねって言っても分かんない人は飛ばしていいですよ大丈夫です <laughs> 何がここでお話ししたかったかというと「なんで背中にそんなにこう執着されるのか」バレーのレッスンでよく見られる問題の仮説を立ててみました しかしね、この紙のところで私が意識っていう言葉を何回か使ってるの、わかりますだからね、この注意、解剖学的な注意っていうよりは、多分、先生たちのフィーリング注意なんじゃないかなって思います。つまり、背中から腕を動かしてくださいっていうのを、解剖学的に今、あなたは胸からしか腕を動かさなかったので、背中から使いなさいっていう、 ことはないんだよね。なぜかって言ったら、先ほどもお話ししたように、肩関節っていうのが3つの骨でできていて、そのうちの1つ、肩甲骨は背中についてるから、この子が動くためには背中の筋肉も一緒に動かなきゃいけない。で背中だけ置いてかれちゃうことは筋肉的にはない。とすると、背中の意識を さっきの姿勢だったりだとか、肩甲骨の部分だとか、自分の目で見えない部分、自分で感じづらいところ、忘れてしまうところ、そして日常生活であまり使わないところへの意識をしてほしいから、背中から腕を使いなさいっていうふうな注意がされるのではないかな。つまり先生たちが伝えたいのは、背中を意識してねというフィーリングを与えるための注意なんじゃないかなというふうに考えつきます。この背中から 腕を使うというフィーリング注意が伝えたいことは何かって言ったら、まず正しい立ち方で腕を動かせよっていうことと、<laughs> それと正しいポールブラのポジションをホールドしろよっていうことじゃないかなっていうふうに思われませんじゃあそのフィーリングワードが役に立つ人っていうのはどれくらいいるのかっていうことを検証していかなければいけないので、だってフィーリングワードっていうのはその人が わかる言葉で喋んないといけないからね。こういう感じで。軽やかにだとか、あと、うん。私、フィーリングワードが苦手なんですよ。<laughs> あのちゃんと目で見えるものが動いてほしいと思っちゃうからさ。フィーリングワード。他には何がある胸のネックレスを光らせるように。頭に王冠が乗っかってるように。 水の上を歩いてるように歩いたことないからよくわかんない。まあ、あいろいろあるじゃないそういうフィーリングで伝えることは。何が先生が言いたいのかみんなわかるけど、それが起こるわけじゃないというようなやつ。うん、さあ、で、ケーススタディとして今からお話ししていくのは、そのフィーリングワード。背中から腕を使いなさいっていうのが、果たしてどんな人に当てはまるのか、もしくは自分が言われたらどう対応したらいいのかということをお話ししていきますね。で、一つ目。 腕を動かすと猫背になりやすい人。これ、ポジションにもよって違うんだけれども、特に腕を一番ポジションでホールドしなさい。例えば、ルチレのバランス一番だとかっていうところでしたら、疲れてきて背中が丸まってしまうだとか、腕をブラバーファースト、フィフィスに上げていくと、その腕の高さと一緒に、どんどん、どんどん背中が丸まってしまうなんていう問題がある人だったら、背中から腕を使うっていうとどうなるか。よいしょ、じゃん。 背中の意識をするっていうのは大事なんで、その人たちにはいいんじゃない <laughs> だから、腕を動かすときに背中がお留守になっちゃうよっていう人たちであれば、背中から腕を動かしなさいねって言ったら、ああ、そうだそうだ、背中の方から腕を動かす肩甲骨をっていう意識になると思うので、その注意は素晴らしくいいんではないかなというふうに思いませんじゃあ、この人は、肋骨を反らせてしまう人。 背中が丸まっちゃうだけじゃなくて腕を5番にしたら肋骨が開いちゃうだとか2番にしたら胸ががっぷり開いちゃう肋骨は開かないんだけど言ってることは通じるでしょ <laughs> そういう風になってしまう人であれば背中から腕を使ってっていう注意が使えるか否かじゃろんじゃん肋骨や腹筋への意識の方が良くないかなとは思いますダメじゃないんだけれどもこの注意うん背中から で中を広くっていう風な意識ができるんであれば背中からら腕を使っっって言っててね言も素晴らしくいいと思うただよくある肋骨の前に出ちゃう養鶏あと胃を締めなさいなんて言われる生徒たちっていうのは締めようとすると猫背になっちゃうんだよねで肩開きなさいって言われると今度肋骨が開いちゃうんだその行ったり来たり行ったり来たりっていうのをやっていることの方が多いと思うのでほらだって背中を広げるっていうことはスクエアで言うとね 前と後ろの面積真っ平らな時が経ってます。だとしたら背中が広がるイコール前が縮むってことなのよ。なので、肋骨は締まるかもしれないけど猫背にもなってしまうかもしれないじゃない。<ん>だから、2番にしたら開いちゃうとか5番にしたら後ろに沿っちゃうなんていう問題がある子たちであったら、背中から腕を使いなさい。も、多分いいとは思うけれども、本人が分かっていれば。 ただそれよりは、肋骨静かにしておいてねとか、胸骨の向きは下なんだよ、だとか、あと腹筋に対してのその肋骨を下の方に引っ張ってくれる筋肉についての、もしくはイメージの意識ができるような言葉を選べた方が早くそのことができるんじゃないかな、とは思いました。背中からっていうよりは、わかりやすいとか具体的になるんじゃないかな、っていうことね。で、次。肩甲骨がウイングしちゃう人。 これも結構いいるじゃんウィングスキャピラっていうやつですねこのウィングスキャピラしちゃう子たちであったら背中から腕を使いなさいっていう注意ももちろんいいとは思うんだけれども背中から使いなさいより背中を広くって言った方がウィングっていうのは肩甲骨が浮いてしまう出っ張ってしまうということだからそこから動かしなさいよよりはその子を広く真っ平らに戻してくる。 肋骨の上に乗せてくるっていうイメージの方が多分わかりやすいと思うんです自分で見えないからさ。もちろんフィーリングワードに悪い意味はないので その言葉が相手に通じたら何を言っててもいいんですよ。ドラえもんのポケットって言っても、それが生徒にとって分かる言葉だったら、あ、そうそう、ドラえもんのポケットがまっすぐになってなっちゃっていうふうに直せるんだったらどうぞ。ただ、ドラえもんのポケットって言って何のこと指すのか分かんない人は、あの、その処理使えないよね。例えば、さっきも私が何度も言ってた、スクエアがって言って、今までの鬼活に出てきてくれてた人たちは、あ,あ、スクエア、スクエアって分かるけれども、今回、あの、インスタスクロールしてたら私にいきなり会っちゃったっていう人は、 何言ってんのこの人っていう風になっちゃうじゃない。相手に伝わる注意であれば何でもいいんですが、ただフィーリングワードはいろんな方向に、あのー、自分で解釈できちゃうわかりづらくなっちゃうあと具体的ではないっていうのがあるので、今ちょっとこういう例があるよっていうのでお話ししております。よいしょ。次。2番ポジションで脇と肘が落ちてしまう人いませんセカンドにして長いらキープしてたらどんどんこう落ちてきてしまう人いるよね。 で、その子たちに背中から腕を使ってっていうのは、うん、どうなのかっていうところね。うんこ、ポ上腕骨、もしくは肘を遠くに引っ張ってって言った方が、そういう子たちは良くなる気がします。うん。背中からって言っても背中の意識が抜けちゃう子たちだから <laughs>、肘を引っ張ってって言うといいんではないかなとは思いました。アゲイン、別にこの言葉を絶対に使わなきゃいけないですよ。そうしないと怪我しちゃいますよっていうことではありません。 ただ、先ほどもお話ししたように、一つ目。先生が言ってることがよくわかんないんだったら、今みたいに考えてみたらっていうオプションなのと、先生たちが生徒に言っていてうまく通じてないんだったら、こういう言い方はどうっていう風にアイディアを出してるってことね。解剖学的なエリアから。では、ここから一緒にみんなでやってみよう。腕を動かすと、背中が猫背になっちゃう。腕を一番ポジションにして背中を丸める。で、その時に、腕を 背中から腕を使うって考えたらどういう風に体が今移動したかななんていうのを感じてみてください。どうだった背中から腕を使う。5番でもやってみましょうか。うん。私個人としては2番ポジションの時が一番背中から腕っていうイメージがつきやすいんだけど、皆さんはどうだった 次に肋骨を反らせてしまう。後ろに肋骨がいっちゃうっていうのをあえて自分でやってみてその時に背中から腕をといった方がいいかそれとも肋骨の前がどうのっていうふうに考えた方がいいのかっていうのをちょっと自分の中で試してみてください。私が肋骨が開いてしまう胃が出てしまうとかって言われる生徒に注意する時であればまず最初にこの胸骨目の前にあるこの骨この子を下向きにしてっていうふうに言うことが地面の方に向けてっていう方が多いんですよね。 うん、そうじゃないポジションも,もちろんあるけども、この部分が下向いてた。もしくは静かにさせたか。肩の力を抜いてっていうのはすごく難しいと思うんだけれども、胸の力を抜いての方が楽だったりするんで、肩よりも。うん。勝手な私の考えかもしれないですけど。これは英語でよくあるんですが、水落ちのセクション。このセクションを kn、knit together, あの、編み、編んで縫うみたいな感じ。knit together your ribs とかって言われることがありますね。ここをギュッてするんじゃなくても、 ニットだから伸び縮みするんだけれども、ちょっとこう、押さえておく。ニットしておく。縫っておく。みたいな、そういう感じ。肋骨の位置も、前の方を意識するのと、後ろ意識するのと、どっちの方が分かりやすかったかな。人によっても,もちろん違うと思うけども、前の方が私は分かりやすいような気がします。なぜかって言ったら、前で事件が起こってるから。後ろで起こってないんだったら、後ろの注意じゃなくてもいいかなとは思いますね。肩甲骨がウィングしちゃう人。 ウィングさせるって自分でやるのはとても難しい人もいるかもしれないし、私ウィング得意っていう人もいるかもしれないけど、ウィングしちゃう、つまり寄ってきちゃうなんていう問題があるんだったら、背中からって言った時と、もしくは背中を広くって言った時とどういう感じがするか。二のでアンデダンの状態でレッスンで背中を意識してましたが、ロシア式の先生から二のでアンデオールで使いなさい。背中の注意が弱くなりました。ロシアのアームスどうなってるのか。<laughs> どうなってるのか。二脳では、 アンデオールですよあのロシアとか関係なくアンデオールですよ。ね、皆さん。これ、あの、肩開く上腕骨、外旋で、こっち、あの、鎖骨とかの方がローテーションいいんでしょんで、手でのローテーションアウトで、ね。これは決まってないか上腕骨はアンデオール。 ハンデオールって言い方は私は好きではないんですが、外,外回りっていう意味になってしまうので、ターンアウト、もしくは外線だと思います。まあそこはね、あの、背中から腕を使うっていうのも問題の前に、腕のポジション正しく知っとこうぜっていうところになるので、ちょっと今日のテーマじゃないかもしれないけれども。で、最後、肘が落ちちゃう。これが多分一番多いんじゃないかな。こうやって肘があの壊れた傘みたいになっちゃう。うん。これを、例えば肘を遠くにっていう方が、もしくは私は小指を遠くにっていうのも使うんだけれども、下の方のライン。 を意識した方が下に落ちちゃってるからそこを引っ張ってあげた方がわかりやすいんじゃないかなとは思いますさっきのあのアンデオールアンデダンのところの腕の質問のところで一つアンデオールでしようがアンデダン腕しようが背中の筋肉には影響しないので両方とも使えますよ振り付けによって必要なこともあるのでねコンテとかは特にうん。 腕の外旋外転、違う、外旋内旋で背中の筋肉が影響されないっていうのは、例えば立ってる足がター,ンアウトターンアウトだろうが、ターンインだろうが、パレルだろうが、お腹の筋肉が変わんないのっていうのと同じような感じになります。大きな木を抱っこするっていう、これセカンドの注意かな。うん、私ね、あれあんまり好きじゃないんです。なぜかって言ったら前のものをホールドするっていう意識をしてしまうと、後ろに体が行ってしまう気がするのよね。ハグって言うと重心前に行っちゃう気がするし、それよりは、バレーの腕の 時に使われる言葉っていうのは遠くに伸ばすことだと思うんですよ手足もそうだけれども遠くに伸ばす大きく踊る空間をたくさん使うだとしたら物を何か掴む例えば大きな物でも掴むよりは遠くに引き伸ばすっていう方が引き上げもそうだし床を押すっていう注意もそうだし腕を遠くにもそうだしつま先遠くにもそうだけれども全てセンターから遠くに広がるこう太陽の光みたいなものを舞台でプレゼンツするときには抱っこじゃない気はします 勝手なイメージですが。まあ分かりやすいんだったらどうぞそちらを使ってください。<laughs> 子供たちがね、分かりやすいんだったら。でも最近の子たちは大きな木なんて見ないんじゃないまたそれはそれで悲しい <laughs> バレの先生たち、もしくはバレの注意って背中、後ろ側の意識しろっていうの好きじゃないあの、足の後ろ側を長く使って出番に上げるとか。いや、足の後ろの筋肉は出番に上げるために使わないんだけどなっていうふうに思うんだけれども、なぜか知らないけど、背中側、足の後ろ側。 そっちを使ったら OK で、前の方の筋肉を使ったら太くなります、みたいな。まあ、それは今度のトピックにしましょう。トピックじゃなくて、愛さんの説教部屋にしましょう。あの、我らが、早智先生が、愛の説教部屋っていうシリーズをやってくれっていうのを何度か言ってきてるんで <laughs>。これは何だったっていう突っ込みを入れる回らしいです。まあ、でも、もし、今後愛の説教部屋をやることがありましたら、こうやってオープンにはしません。だって、そんなことしたらみんなに嫌われるもん。なので、クローズドで、 聞きたい人だけ来てもらうような会にすると思います。<laughs> イエーイ、石曜部屋って、なんかコメントたくさん来てるなと思ったらそっちですか今はね、セミナーの準備の方で私は忙しいんですが、セミナーが終わったら、もしかしたらそうやってみんなで遊ぶっていうのもいいかもしれませんね。まあ、それは置いといて。今ので、大体こう、悩みが解けてきたかもしれないけれども、一つだけ、よくある間違いっていうのをお話ししておきましょう。よくある間違いということで、背中から腕を動かす。 と思っちゃってるダンサーがいくつかいます。背中から腕を使ってね。だから背中をいっぱい動かせばいいんだ、みたいな。うんうん。スクエアのところでお話ししたように、腕を動かすときには、胴体のところには影響しません。胴体を動かして、腕も動かすポジションというのはも,もちろんありますよ。で、ここが2回目のとき。違う、3回目のときに。 前回の時にお話しした、しなやかな背中でもお話ししたね。背骨の向き、体の向きが変わって、そこに対してでも腕のポジションも胴体の真ん中を通るっていうやつ。二つ目のよくある間違い。これもね、背中系腕注意でよく言われるんだけど、脇の筋肉を使って腕を動かせとか、脇の筋肉を使って腕をホールドしろとか言われたことない。お、ハートが来てるね。じゃあ知ってる脇よっていうやつ。脇の筋肉を鍛えて。 脇には筋肉ないって言ったらみんなどう思う <laughs> 確かに脇のセクションが落ちてしまうからそこを持ち上げて、つまり骨格的な骨に対する注意であればよくわかる。間違いでは全く持ってない。ただ、脇筋っていうのはないんですよ。<laughs> だってさ、脇ってこう、あの、穴じゃないけど、こう、中に入ってないね。なんで、脇のこの、くぼみ 汗かくところのくぼみ。の前のところは大胸筋とかになってて、後ろの時には後背筋になってるわけですね。あと、あの大円筋とか。なので、脇の筋肉を使って、もしくは鍛えてって言われても、ないから鍛えられないよねって、言う問題が起きてしまうんですよ。前に、名古屋のセミナーに、昔の話ですね。私がまだ日本に行けた時ですよ。南半球から鎖骨から出れて。 で、解剖学を日本で始めたばっかりあたりの時かな ?1 年目か2年目かぐらいの時だったんですが、あの、参加者の方の質問から、側筋を鍛えるには何をしたらいいですかっていうのがあったんです。まだボディコンセミナーをやってた時ですよ。あの、エクセサ,サイズのクラスがあって、その後の Q&A で、腹筋がどうの、背筋がどうのっていう話を解剖学的にして。側筋は、 でね、そこで皆さんに携帯を持ってもらって、そっちっていう筋肉があるかどうか調べてください。Google に聞いてくださいって言って調べてもらったんです。ないよそっちっていう筋肉はないよ !OK! 勝手に作るんじゃないよ <laughs> なので、その、このサイドをね、意識してって多分言いたいのでしょう。んで、サイドが落ちてしまうさっきの脇が落ちるだとか、肘が落ちるだとかっていう、その骨がね、骨格的にアライメントが丸アライメント、つまり崩れてしまう時に言いたいっつうのはわかるよ。でも、骨格、 の骨の位置、アライメント、プレイスメントと筋肉は違うよなので、そっちんはないよ <laughs> 腹筋、背筋そっちーってやってるらしいんだけど、そっちんはないよ <laughs> じゃあそっちん、横に動くときには何を使ってるか。前の筋肉と後ろの筋肉両方とも一緒に使って同時進行して使っているので、横に動くラチュラルフレクション。側屈っていうのができるんです。そう、側屈って動きはあります。 脇をトイプしてっていうこともあります。そこが問題なんじゃないです。側屈って筋肉がないだけです。OK? 大丈夫あの、横に寝、ね、っ転がって足を誰かに持ってもらってこうやって上がってくるやつとか。側筋を鍛えてるんじゃないよ。外腹者、内腹者は多分使ってて、あの、腹直筋のそっちを使ってて、足の位置によっては多分大腰筋とかも使ってるだろうし、横に動かして屈するっていうことだから中殿筋も絶対使ってると思われるし、 あと、脊柱、起立筋も片方だけ、ユニラチュアで働くときは、そっちに動くので、サイドの動きができないわけじゃないし、サイドの動きをする筋肉はあるけれども、お脇にあるんじゃないか、ね。<laughs> ま、脇のところのエリアに多分あると思われるのは、前胸筋とか後背筋とか大円筋だとか、筋肉がこのセクションにはありますが、これらの筋肉は横を保つっていうよりは、ね、あの、いろんな違う動きをするので、想像筋肉とフィーリングワードを混ぜて考えないでね。フィーリングっていうのは、 こう,こういう意識をして体を動かしてほしいっていうイメージュリーの世界のことで想像筋肉っていうのは勝手に誰かが作っちゃった筋肉っていうので教科書に載ってないやつってことよ。まとめ背中から腕を使うには最初にお話ししたように背中にある筋肉特に肩甲骨周りにあるっていうアッパーバックの筋肉はとっても大事ですがそれだけでいうのは あの腕を動かすことはできませんし腕を動かすそこだけ背中のの筋肉っていうのも存在しませんそれよりもこの注意が言いたいこと背中から腕をって言われた時は皆さんに考えてほしいのはまずは正しく立ちまししょう正しく立つっていうことはスクエアをキープするということであって前と後ろの面積が一緒の長さになるということでございます。 だから、前が縮んでいる人であれば、前を広げる必要がありますし、前が伸びすぎて後ろが縮んでいる人であれば、後ろを伸ばす必要が出てきます。言ってることを通じた猫背になっちゃうんであれば、胸の前を広げる方がいいし、肋骨が反ってしまう、体が後ろに行ってしまうっていう人であれば、後ろを広くするというのはとても有効な注意です。ただ、全員に全員が当てはまるわけではございません。o、okay? k それとあと正しいポーデブラのポジションをキープしましょうということを先生は言いたいのだと思います正しいポーデブラの位置っていうのはどこにあるのかポーデブラ腕の運びになっちゃうから腕のポジションってたまに行った方が正しいと思うんだけれども正確に言うとねその腕がどこにあって先ほどの上腕があの外旋する内旋するとかも含め腕のポジションが分かっていなきゃこの注意は使えないでしょう腕の注意が分かっていて違う腕のポジションが分かっていて それを忘れちゃうんだったら意識してもらうために言うのは大事だと思います。よってばれの先生方が聞いているんであれば、ボリューションを正しく教えているのかは、まずは確認してくださいね。ここ一番です、じゃなくてその腕の、この手と手の間がどれだけ開くのかもそうだし、手と肘の高さの比率、小指と肘が同じ高さなのか、違う高さなのかもそうだし、うん。腕を通るときにセンターを越えないとかっていうのももちろんそうだけれども、そういう細かい部分を教えていなかったら、 生徒はできないよね。だって日常生活でする動きじゃないもん。で、それは才能がないわけでもなくって、生徒の努力が足りないわけでもなくって、ただただバレエのその腕のポジションを知らない人に、こんな感じって説明してもわかんないよっていうことでございます。自動車は今お話ししたように、何を注意したいのか自分の中ではっきりと分かっていてください。そして、それに対しての言葉がいくつかあった方が便利ではないかなと思います。ダンサーの場合は、どんな あの、例えば海外のバレエ学校とかに行ったとしても、細かくここが上のポジションですよとか教えてもらえませんよ。当たり前ですけど。もう知ってるって前提で海外に、あの、バレエ学校に行くわけですから。なので、先生に言われた注意を自分の中で理解して、私がこの注意を言われたときはこうやって治すべきなんだっていう理解が、解釈ができる必要が出てきます。レッスン中の注意っていうのは、コミュニケーションです。先生が発して生徒が受け取る。 っていうのができなければ、そのキャッチボールができなければ意味がありません。生徒もキャッチできるだけの力が必要ですし、先生は投げるボールにいろんなものがなければ、向こうが取ってくれるかどうかはわかりませんよね。初心者に投げるんだったら、ボールをちょっとゆっくりにしなきゃいけないかもしれないし、目の前にも投げなきゃいけないかもしれないとかっていうのがあるじゃない。そういう形でキャッチボールできるような、コミュニケーションができるようなレッスン中の注意をしてくださいね。 だって注意は直してほしいから言葉を発してるわけであって生徒は直したいから聞いてるんだから直す方法がわからなかったら意味ないでしょうレッスン中にを自分に合わせて解釈するっていうのを今お話ししたのと自分の弱点克服に必要なエクササイズを探すようにしてくださいつまり背中から腕をって言われたからといって背筋ばっかりつまり背中を反ってあの <laughs> また出てきた <laughs> もう毎月入れるか あの、指反りをしてますって言っても、その子で使ってる筋肉が腕を動かす筋肉と果たして一致してるのかっていうのは考える必要がありますし、もしその注意を先ほど出たようにね、肘が落ちてしまうから言われてるのであれば、腕をホールドするだけの筋肉っていう方を見なければいけないかもしれませんよね。あと、想像筋肉を一生懸命鍛えてても、想像で強くなるだけで実際には強くなりません。なので何をしてるのか言ってる方も、やってる方も、 知識があるとより早くフラストレーションなしで進めるんではないかなと思います。ということで、これが今月の鬼活、背中から腕を使うってどういうことでした。今日の一番最初にもお話ししましたが、春のオンラインセミナーの方もね、来週から始まっちゃうんで、受付が終了間近になっておりますから、そちらもサイトの方でチェックしてくださいね。と、ポリコンサークル。5月のテーマは、こちら。背中から腕を使うっていうのを実際にエクササイズで鍛えていきます。 その筋肉を感じたいなとかどうやって鍛えていくのかっていうのをいろんなバリエーションでやっていきますのであと一席って言ってたよう人ねひとださんがねバストは一席になります毎週一緒にエッセンスあしたい人はそちらもぜひしてください今回もジュースリーを受ける人はこういうこともお話ししていくからでは皆様素敵な一日をお過ごしくださいませバイ